その、聞きたいんだけど、なぜ亀の下に住んでるの？彼は水ガラズでの最初の友達。ここに住まわせてくれる代わりに、彼のことを森の悪しき者たちから守ってあげてるのよ。黄金のイノシシにでっかい亀。不思議な友達がいるね。それで、モージュが邪魔をしてくる前は、ちょうどテュールの宝物庫を調べるところじゃったな。ああ、黒のルーンのためにな。アトレウス、ここからどう行く？ああ、わからない。知っておるじゃろう。船で行くんじゃ。そうなの？じゃあそうなんじゃない？そういうことじゃ。打ち上げられとる。誰かが蛇を呼んだんじゃな。乗れ、引いてやる。静かだな。良くなったんだろう。多分。フレイヤとの話を聞いていただろう。だがお前は何も分かっていない。何も言わんのか。僕は呪われてる。父上のように強くもない、自慢の子供でもなかった。でも今回いろいろあって、そうだったのかって。知ったような口を聞くな。でも本当のことは分かった。本当のこと、真実か。私は神だ。遥か遠くの地から来た。ここで人間として生きることを誓った。だが真実は、私は神で、お前もそうなのだ。それで黙ったままか。それじゃあ僕は動物に化けられる？動物に化けることができるかだと。いや、おそらく無理だろうな。僕は神。母上も神だったの？いや、人間だが私のことは教えた。神様か。なんで今まで黙ってたの？お前を守るためだ。神であれば
その生涯は苦しみに満ちたものとなりうる。それが呪いだ。どんなことができるの？空を飛ぶとか、透明になるとか。神って気がしないけど。お前の力が何かわからん。だがいずれ知れるだろう。狼にも変身できない？やれるならやってみるんだ。だから声が聞こえるのかな。父上は聞いたことないの？お前のようにはな。おかしなことはない。神もそれぞれなんじゃ。それって父上みたいに強くなくても違う能力があるってこと？すでにあるじゃろうが。その若さにして驚くべき言語能力を持っておる。そのうち他の能力も姿を現してくるはずじゃ。全部知ってたの？知っとったぞ。神なんかよりもずっと物知りじゃわい。そうなんだ。他にも知ってた人いるかな？フレイヤでしょ。ブロックとシンドル。知らなくてよい。バルドルもきっとそうだ。だから狙ってくる。あいつのことは知ってた？お前の母親を弔う気に初めてバルドルに会った。それだけだ。ねえ、キュウリの宝物庫は後で。でいいよね。僕たち神だよ。好きなことしたい。ねえ、父上は何したいの？見ていろ。邪魔な奴はもういないよね。さあもう一度読め。我死すら受け入れん。明日の命とならんため。これは気に入った。書いたのはわしかの？あれが答えか。大地だって。うん、死を受け入れ命が湧き出す。やれ。ヨルズ。アルフヘイムで神だと知ってたらな。エルフを殺して悪いと思ってたから。そういうことではないと思うがの。食いることなどしておらん。エルフの問題に巻き込まれただけだ。うん、分かってるよ。神としてやっただけ。こっちは邪魔されて向こうの争いに巻き込まれた。少しよく考えてみたらどうじゃ。その自分が神だって分かったらなんか強い気がしてきて。今は少し舞い上がっとるかもしれんが、力の使い方は考えるんじゃぞ。自分のために使うか、それともキュールのように人々のために使うかをな。疲れてたんだ。そうじゃ、平和のために戦う戦の神。勇敢で誠実だったことで知られておる。自らの力と知識を戦争を止めるために使ったのじゃ。いい神もいるってことか。ほんの一握りじゃが、いることはいる。聞いたことないな。テュールは旅好きだったんだね。テュールは戦争と混乱を防ぐのは力ではなく心だと信じた。一つの思考に固執せず、様々な文化に触れ、いろんな視点を学んだのじゃ。オーディンは知識を独り占めし、ひた隠しにしていたが、テュールは広い心で知識を分かち合っておった。故に人々はテュールを崇め、世界中で愛されることとなったのじゃ。
それでテュールはどうなったの？オーディンはテュールを脅威と感じ始めた。自分たちのために巨人から知識を盗むのではなく巨人に協力していると疑ったんじゃ。わしもそれを疑われたが、テュールの場合はおそらくそうだったんじゃ。テュールは巨人を助けてた。そうじゃ。オーディンの巨人に対する扱いに責任を感じたんじゃろ。巨人の痕跡を隠す手伝いをしていたんじゃないかの。あのヨトゥヘイムの塔。その通り。何にしてもおそらくテュールと巨人が手を組んで行ったのではと思っておる。首よ、黒のルーンはどこ？さあ、ノー、わしにもわからん。石だ！きっとあれだよ！なってのブロックも一緒だったの。僕はでもまた後で。大変そう。見ろ、脇に狭い通路がある。子供なら通れる。父上には狭すぎる。行け、気にするな。
何かあった？遊びは終わりだ。旅の目的を忘れるな。それは遥か遠くにある巨大な砂漠の国のものじゃな。神は住んでるの？それはもうたくさんの神がおる。いい神？まあそんな単純なものではないかの。二つ目の輪も容量はさっきと同じはずじゃ。風を捉えればいい。
は手を隠さないでほしいだけね。それが辛いことでもいい、知りたいんだよ。僕まで神だってことを嫌うことないでしょ。狭い通路がある。行けでしょ。見てられんのを頼むぞ。神の巨人、スコルとハティだ。いかにも昼と夜をもたらすもの。ラグナロクは2頭が太陽と月を捕まえるところから始まる。テュールの知り合い？さてな、壁に2頭をあしらうくらいは好きだったようじゃ。神でいることとか、いろんな場所を探検したりとか。母上は楽しんで欲しかったのかも。この旅が母上からの贈り物かもね。あれを使った罠はもうないみたいだけど。冥界の風か。地と上に登って周りを見てみたらどうじゃ。風よりも速い。速さは関係ないのかもしれん。風が抜けられるところはあるか。
罠だ。父上。おい、ここから出ろ。平気だよ。どうやって助ければ。壁にある鎖を引け。でも3つもある。どうしよう。アトレウス、集中しろ。できるはずだ。生首でも漏れてしまうかもしれん。考えるんだ。銀色のハティは月を追う、金色のスコルは太陽を追う。ラグナロクが起きるには2頭が食べないと。でも順番が違う。いいぞ。じゃあ月は左で、太陽は右、中に水があるぞ。でもどれを引けば。左だ。急げ、真ん中だ。順番合わせないと。太陽は右、中に水があるぞ。おい、真ん中だ。真ん中。月が左、太陽が右、中に水がある。おい、右だ。左。真ん中。月水ガルズ太陽、月水ガルズ太陽。ほら、
早速拝みに行くとするかの。まずい、守りのルーンが消えちゃったよ。どうしよう。進むしかない。アトレウス、これを。お前が生まれた日、私の故郷とこの地の金属を混ぜてナイフを作った。私に一本、もう一本はお前にだ。渡す時が来た。男になったってこと？いいか、私もお前も神の血を引く者、より大きな責任があるのだ。そしてお前は父を超える。いいな、言うんだ。父上を超える。すべての武器の力というのはここで決まる。だが制するのはここだ。その強さも己を律することができてこそ、そこに戦士の真の力が宿る。それを忘れるな。いいな、行くぞ。体、うん、待って。ルーン文字を見たか。はい、確かだ。覚えた。頭を狙い。
これはまだ小物だ。チビトロールめ。ああ、やれやれ。砂の台座で上に戻るとするかの。よろしい。あともう少しだ、うん、座れ。このワイン、生まれ故郷に近いリムノス島のものだ。リムノス…旅の終わりに飲むの？卵みたい。まだ飲めるの？さあな。なんで故郷を捨ててきたの？向こうの神と何かあったの？うん。どうしてそこまで神を嫌うの？だってテュールはいい神だったよ。それに父上も倒したのは悪い神でしょ。ああ。ジャガー、一体その判断は誰にできるのか。うるさいな、僕たちさ、分かってるもん。ほほ、父親みたいな物言いしよったの。行くぞ。はい。来い。神でいるのも悪くなさそう。何だろうと、巨人たちのところへ行くんだ。そうじゃ、旅のルーンはすでに手に入れた。
山頂にある門まで戻って魔法の蚤を使えば行けるはずじゃ。邪魔されるようなものもないし、行こう。